広見市は中華人民共和国古北省随州市に位置する研究市。広見市は湖北省北部に位置し、北は河南省新陽市、東は大五県、南は高政県及び安陸市、西は随州市所得と接し、東西約5 0トル、南北約7 0トルである。霧か山南東、大別山南西に位置し、市内は 丘陵地帯により構成される。地勢は北高南邸であり、海抜は400から800メートルである。春秋時代は二の半都であったが、後に座愛により平度温された。そう滅亡させた旗はこの地に南洋軍随県を設置、干所には江夏軍、県が設置され、五官になると新たに平春県が分置されている。平春県は東進により平陽、平洋県と解消。 南朝層の時代になると、隋県より栄養県が分治されている。583年、隋により、欧州が新たに設置されるとその下に、平安市県、栄安県が管轄されることとなり、598年に栄安県は、大山形と改称された。606年、欧州の廃止に伴い平安市県は、大山形に編入されている。621年、 党により、欧州を再設置、その下に、王、山形及び霊山形を設置したが、4年後に、欧州が廃止になると、霊山形は、王山形に編入された。開け宝年間の吉明県の廃止に伴い吉地山井北の地域が、王山形に編入され、中華民国時代まで添い重ねされた。1931年以降共産革命が激しく、 なる市内には、堤高市北県、大山形、大北県、大南県、安王県、大随県、羅礼王県、礼王県、新王県、礼南県、随南県、新王随県などの革命政府が設立された。1949年3月30日に共産党による支配が実施されると5月に、大山形が再び設置された。 1988年10月11日に研究史への改変に合わせて広見氏と解消される。ありがとうございます。